トマン高校2年金城楓です。第11回高校生朝ごはんコンテストで全国最優秀賞を取りました。小学校2年生です。親子クッキングコンテストです。今までいろんな大会に出てきたので、今回は優勝したいと思って応募しました。薄味で優しい朝ごはんって言っています。味噌汁とよもぎのご飯とだし巻き卵とサラダです。タイトルは朝しみじみ孫は優しい朝ごはんです。周りのレベルが高くてちょっと怖かったんですけど、取れてよかったです。薄味で作るっていうのに挑戦したので、それを今後はお家でも普通にできるようにしたいと思います。味は基本変えないで、どれだけ時短でできるか。おじいちゃんとかはおかわりまでしてくれて喜んでくれました。お父さんとお母さんもおいしいって言ってくれました。自分の料理を人に評価してもらえて、新しい技術とかを学べるところです。別の大会にも挑戦して、また今回みたいに優勝できたらいいなと思います。オレンジページのジュニア料理選手権、管理栄養士の資格を取って家族でお店を開きたいと思います。できました。